コンスタンチントーン、コンスタンチン・アンドレイ・エヴィッチトーン、またはトン、またはトン、1794年10月26日、グレゴリオ歴11月6日から1881年1月25日、グレゴリオ歴2月6日は、ロシアの建築家、ニコライ一世の時代に活躍し、主な作品としては、モスクワの旧聖主ハリストス大聖堂や、 クレムリンのクレムリン大宮殿や兵器庫などがある。その建築の特徴は、折衷主義であり、建築にロシアの民族性を導入したと評価される。1794年10月26日コンスタンチントーンは、サンクトペテルブルクで、ドイツ人宝石商の家庭に生まれた。トーン三兄弟は後に全員、著名な建築家になった。 1803年から1815年にかけて、ロシア帝国芸術アカデミーに学ぶ。アカデミーでは、ロシア古典主義建築、特にアンピール様式の巨匠で、火山聖堂、火山大聖堂、火山教会などの建築を手掛けたことで知られる、アンドレイ・ボロニーヒン教授のもとで建築学を学ぶ。1819年から1828年まで、ローマに留学し、 イタリア美術を広く学ぶ。帰国後は1830年に芸術アカデミー会員となり、1833年には芸術アカデミー教授に就任した。1854年芸術アカデミー建築部門の責任者となる。コンスタンチントーンの仕事で最初に注目されたのは、ネバ川に面している芸術アカデミー本館、現在のレイピン絵画彫刻建築大学及び、 芸術アカデミー学術美術館におけるインテリアの計であった。1827年ロシア皇帝ニコライ一世に対してオブボードニー運河沿いの聖エカテリーナ教会に関する計画を提出する。この建築は当音最初のロシアリバイバル様式による建築案であった。皇帝ニコライ一世その人はロシアにおける建築が古典主義一辺倒なのに批判的であったとされ、 ロシアの芸術文化に関する伝統を重視し、古典主義建築への傾斜を、ギリシア・ローマに対する意思主義体であると考えていた。そんな中、皇帝に提出したトーンの教会建築案は、格好のモデルを与えたことになった。1829年皇帝ニコライ一世は、トーンにモスクワ下半の大臣設計を要請した。1830年トーンは、 野心的とも言えるプランを皇帝に提出した。こうして建設されたのが、旧聖主ハリストスライ制度である。トーンは、設計にあたっては聖ソフィア寺院に反を取り、ナポレオン戦争における、ロシア正教の勝利をテーマに設定した。この設計案に対しては、クレムリンのロシア正教寺院との類似性が明確であり、新古典主義建築が主流であった、建築界において、そのビザンチンリバイバル、 新ビザンチン主義とも言うべき、摂中主義が批判の的にもなった。それでも、ニコライ一世個人は、トーンの設計案に賛成し、こうして建設は始まった。旧世主ハリストスライ聖堂の建設は、1881年のトーンの死後も、彼の弟子たちによって続けられ、完成に44年もの歳月を要した。 1883年5月26日に古来一世の孫にあたるアレクサンドル三世の戴冠式に剣道された。1836年から1842年にかけてトーンはサンクトペテルブルクのセミオノフスキー、このエレンタイに送る広大な内部スペースを持つ重厚な教会の建設を監督した。さらにスブヤボルク、エレツ、トムスク、ロストフナ、 ドヌー、クラスノヤルスクなどの地方都市に新ビザンチン様式の教会建築を設計した。1836年トーンの一連の設計はザ・モデル・アルバム・フォー・チャーチ・デザインズとしてまとめられた。1838年から1851年までトーンはモスクワのクレムリンで新ビザンチン様式に基づいてクレムリン・ー大デ伝統武器庫の設計、建設監督となった。 クレムリン大宮殿は、従来のクレムリンにあった宮殿を包含しつつ、700の部屋と華麗なホールを持つ壮大な宮殿として完成し、ロシア帝国の偉大さを象徴するものとなった。こうしてクレムリンは、帝政ロシア、ソビエト連邦、そして現在のロシア連邦に至るまで、ロシア政治の中枢として君臨している。トーンの裁判年における重要な仕事としては、 1849年から1851年にかけて行われたモスクワとペテルブルクの鉄道駅、ニコライフスキー駅建設が挙げられる。駅舎の建設にあたっては、当時最新の技術をいくつか採用している。最も建設において、鋼鉄の構造物の占める割合の大きさは、ベネツヤ風のファサードと中世の面向きを見せる時計統によって幕隠蔽された。 双方の建築とも構成、大幅に改修されたが現在でも当時と同様に、立っている。1855年3月2日、トーン最大の被護者とも言うべき、ニコライ一世が、クリミア戦争敗戦の中、失意のうちに放御する。トーンも健康を害しがちになり、1881年1月25日トーンはペテルブルクで死去した。トーンの残した、主の建設計画は、 旧聖主ハリスト世代制度は別として、他については実行が難しくなっていった。トーンの生前、同時大臣、例えばアレクサンドル・ゲリツェンなどの多くの川派はトーンの建築をザーリズムの反動的名示として批判しを加えた。このような見解はロシア革命によってさらに悲劇を生んだ。ソ連共産党とソ連政府はトーンの作った。 教会建築を醜悪な整理ガンスとレッテルを貼って多くを破壊した。破壊のうち最大のものが1931年12月5日の旧聖主ハリストス大聖堂の爆破であった。まさに歴史と宗教文化に対する暴挙であった。1990年ロシア正教会により旧聖主ハリストス大聖堂の再建が決定し、2000年8月に落成。 新ビザンチン様式の大ラ覧が再びモスクワ下藩に再建れた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。